いろいろなものが並んでいます。どれも興味深いです。これは何ですか？基本的に紙製や布製だと記憶していましたが、金属製のものもあるんですね。シド、ならこっちは紙製のコースターでしょうか。面粉ですか。確か遊具でしたね。コースターとしても使えそうですが、コップの下に敷くものではないのですか。確かに定められた用途は違いますが、機能的には同様のものではありませんか。似た箇所があれば他のものでの代用も可能。単純ですがすごいことですね。買い物というものをしたことがないので、突然買うとなるとどれを買うべきか判断がつきません。はい、あなたたちと、なぜでしょうか。そうですね、経験してみたいです。いらっしゃいませ。洋服屋ですね。服を買うんですか。とても興味深いです。ご兄弟ですか。可愛らしい妹さんですわね。よろしかったら何かお探しいたしましょうか。そうですか、何かあればお声掛けください。
していたんですか？ですか？わかりました。組んでもいいですか？嫌なんてあるわけありません。むしろ嬉しいです。でもこれは、妹が兄に連れられているみたいに見えるのではないでしょうか？わけではないのですが、デートしているのですから、ちゃんと恋人に見られたいです。そうでしょうか。他人に認められて初めて関係は成立すると言えるのでは。指導は意外と冷たいんですね。いえ、冷たいです。氷のようです。
きっと心身ともに冷血感なのです。もし夕食を取るなら、調べていたお店があります。駅前にあるお店のフルコースがカップルに人気だということです。冗談です、シド。ごめんなさい。なぜだかシドを困らせてしまいたくなりました。どこか落ち着けるところで休憩しませんか？どういう意味ですか？では行きましょう。シド、今日は楽しかったです。そうですね、綺麗な空です。私もそう感じます。指導はやはり現実の世界に戻りたいですか？そうですよね。シド、そろそろ帰りましょう。
りましょう。綺麗な星空だよ。いいね、夜のデートにぴったり。引くわけないじゃない、私の世界だし。指導？その言い方はあんまりじゃないかな。ちゃんと私に愛を教えてね。そうだね。あ、いや、なんでもない。じゃあ、私はこれで。またね。私は私、アルスだよ。
だか呼ばれた気がして。わかりません、気のせいかもしれません。それは承服しかねます。指導と一緒に寝るととても心地よいということを知ってしまいましたから。